8時になりました。明日10月11日、水曜日に向けた株式投資についてお伝えいたします。まずは外況。引き越声発表された有望 IR、の他の IR、昨日発表された IR の値上がり率ランキング、本日のストップ高ストップ安、本日の値上がり率、値下がり率ランキング、新規上場スケジュール、決算スケジュール、配当関連情報、アソンデイトレ候補、 半導体ウォッチ、消費株ウォッチ、生成 AI ウォッチ、原油株ウォッチ、トピック、今日の気になるチャート、去年の今、最後に本日のバッド IR の順でお伝えいたします。まずは概況です。ダウ、ナスダック、日経ともに上げとなりました。ダウは197ドルの上げ、プラス0.59%。ナスダックは52ドルの上げ、プラス 0.39%。日経は751円の上げ、プラス2.43%。1ドルは148円75銭。引き続き148円台で推移しております。午後2時時点での東証プライムは、値上がりが1586名柄、値下がりが209名柄、変わらずが42名柄、 9割近い銘柄が上が上った状況です。アメリカの方はジェファーソン FRB 副議長やローガン・ダラス・レンギン総裁がハト派的な発言,発言をしたことで利上げの長期化懸念が後退し買われております日本の方はアメリカ市場の流れと金利低下を交換したことでの買いで今年最大の秋幅での上昇となりました アメリカ国債10年ものの利回りは大幅に低下し4.6%台で推移しております。ドル円の方は引き続き148円台で推移している状況です。原油の方は上昇し85ドル台で推移しています。業種別株価指数の方はほぼ全面高の状況となりました。業の、 8%を超える大幅な上げが目立ちます。本日、空運と水産農林業、この2つのみが下げとなりました。売買高ランキングの方も全面高の状況です。1位のレーザーテックの売買代金は12日連続で2000億円台を確保しています。海運株は本日、バルチック海運指数の上昇と 空売りの買い戻しによって大きく上昇しております。インペックスが中東情勢不安による原油高で大きく買われました。三菱重工も中東情勢不安による防衛銘柄物色で大きく買われております。ヒートマップの方は全面真っ赤な気持ちの良い上げ相場になりました。 運用の一角に下げが点在している程度です。経済スケジュールの方は、今週は明日の FOMC 議事録公表、そして明後日が CPI、この2つが山場になります。次に引き声発表された UVIR です。まず、KG 情報。KG 情報は求人。 住宅・ブライダル関連情報紙を発行する会社です。第3クォーター計上は53%増益、本期配当を20円増配という発表がなされました。23年12月期、第3クォーターの連結計上利益は、前年同期比52.7%増の2億2900万円に拡大し、通期計画の3億3400万円に対する 進捗率は前年同期の56.0%を上回る68.6%に達した。同時に今期の年間配当を従来計画の10円から30円に大幅増額修正した。七月から9月期第3クォーターの連結計上利益は前年同期比17.6%減の4200万円に減り、 売上営業利益率は前年同期の7.7%から6.8%に悪化した。こういった内容です。本日の株価は424円。出来高は4万5000株です。この4万5000株の3倍くらいですが、12万株の信用外算がある状況です。1年の株価の動きは1月4日に335円ですので、 ここら辺の位置です。一方、7月10日に445円ですので、ここら辺の位置です。直近はあまり明確なトレンドがない状態での今回の IR です。今回の増配で利回りが7%を超える超高,超高配当銘柄となりました。PBR は1倍割れで、 PER を加味しても割安な状態です。ただし、稼ぐ力は低めになっています。板薄であるという点と、本日の出来高を伴った上げと、そして信用買いが多いという点はご注意ください。次にメドレックスです。メドレックスは創薬ベンチャーです。今年中、今年中に MRX5LBT の再申請を計画という発表がなされました。メドレックスはこの日の取引終了後、で、ウエスタンセラピックス研究所とアメリカで共同開発している、体重方針後の神経疼痛治療薬 MRX5LBT の再申請に向けて、向けた見通しを発表した。FDA から受領した 審査完了報告通知において、非臨床の一部のデータを FDA の指示に従って再提出するよう求められていた。これを受け、てウエスタンセラピクス研究所とともに、指示内容を精査した結果、追加試験を行うことなく、データの再解析で対応できるとの判断に至ったという。今後、データの再解析を進めて、 2023年内に再申請する計画。こういった発表です。本日の株価は97円。出来高は300万株です。この300万株の2倍以上ですが、640万株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは1月17日に91円ですので、ここら辺の位置です。 そして9月14日に320円ですので、ここが最高値です。ここのストップ安ですが、これは9月26日に本県が今期見通せなくなったとの下方修正でストップ安になった経緯があります。2桁の定位株であるという点と信用買いが多いという点はご注意ください。その他のアイアーです。 本日 IR 多く47件出ております。上2つが今お話した内容です。この他に、タマホームは48%の減益、ローンは1%の減益、オリエンタルコンサルタンツは46%の減益、タビオは3.9倍の増益、カネミ食品は43%の増益、 CVS ベイエリアは37%の情報修正。c a n d o は赤字拡大。Watts は38%の減益。北遊ラッキーは2.6倍の増益。ビッグカメラは50%減益に過方修正。J グループは2.4倍に情報修正。J フロントリテイリングは6%の情報修正。 ウェルシアは5%の増益。クリエイト SD は微増益。ユナイテッドスーパーマーケットは54%の減益。プロパストは4%の増益。合わせて40万株、1.16%の自社株買いも発表されております。エストラストは赤字転落。イーグランドは22%の下方修正。 アズ企画は赤字縮小。アレンザホールディングスは25%の減益。シリコンスタジオは27%の減益。ワクルは89%の増益。レイは33%の情報修正。バリオセキュアは22%の減益。一新ホールディングスは2%の減益。 理想教育は1%の増益。共振は11%の減益。マルゼンは6%の情報修正。中北製作所は64%の増益。m s コンサルティングは赤字転落。日本キミコンは赤字拡大に下方修正。ライトオンは黒字不上、小島は7%の減益。 エコスは23%の増益。大交通省は20%の減益。中本パックスは6%の増益。チオーダは43%の情報修正。ライフコーポレーションは38%の増益。近鉄百貨店は8%の情報修正。いずみは1%の減益。 オリンピックグループは19%の減益に下方修正イオンフィナンシャルサービスは38%の減益。イオンモールは6%の増益イオンディライトは12%の増益順天堂は52%の減益ですが通期計画は超過以上が発表されております 次に昨日発表された IR の値上がり率ランキングです。値上がり率第1位はビジョナリーでした。1株200円での TOB によって前日比45.5%の株価上昇。本日よりからストップ高でしたので、より引け出の差はありません。第2位は脇田。 株主優待制度の進出を発表したことにより、前日比10.7%の株価上昇。ただし、本日よりで買って引けで売ると、マイナス3.3%の損失となっておりました。第3位はイナギア、イ稲毛ア一株1610円での TOB が発表されたことにより、前日比6.3%の株価上昇。ただし、本日よりで買って引けで売ると、 マイナス0.6%の損失となっておりました。4位以下ご覧の結果となっております。13位まで、26位まで、38位まで以上です。次に本日のストップ高とストップ安です。本日ストップ高1件のみです。ビジョナリーホールディングスが先ほど申し上げた TOB でストップ高になっております。 そしててストップ安も1件出ております。後ほどお話しいたしますが ispace がロックアップ解除でス,ストップ安になっています次に本日の値上がり率値下がり率ランキングです値上がり率第1位はピジョナリーホールディングスでした前日比45.5%の株価上昇そして第2位がテーオーホールディングス前日比45.5%の株価上昇 30.4%の株価上昇。第3位が JS コム。前日比15.4%の株価上昇でした。そして値下がりの方が、第1位が ispace。前日比23.1%の株価下落。第2位がアクセスグループ。前日比15.3%の株価下落。第3位が長堀。 前日比マイナス14.0%の株価下落でした。次に新規上場スケジュールです。11、0月の上場銘柄だいぶ進んでまいりました。ケイパーーマーは抽選申し込み受付終了です。売れるネット広告社は明日まで抽選申し込み受付中です。そして、japan m&a ソ,ソリューションも抽選申し込み受付中。 国際エレクトリックも受付中です。全保連も受付中です。エミメンは明日,明日から抽選申し込み受付開始です。この他にドリームアーツ。発値予想など詳細はこちらの動画をご参照ください。次に決算スケジュールです。明日は58件が予定されております。今週来週の注目の決算、このようになっております。 明日はバュー発表で Eat&、そしてポプラ、滝 l そして引け声になるとサイゼリア、富士、イオンファンタジー、ミニストップ、毎日コムネット、リップ、コスモス薬品、ベルク、ベルシステム24、トレジャーファクトリー。このうちベルクは本日年初来高値をつけています。滝 a は次回中間決算で 進捗率は112%。ミニストップは進捗率あまり良くない状況です。サイゼリア、そして富士、イオンファンタジー、ミニストップは貸借倍率1倍割れで空売りが多い状況です。そして ABC マート、東京個別都指導学院、技研制作所、ビッグカメラ、東方、パルグループ、ライク、 ゲームウィズ、ローゼ、香南商事、イオン北海道、山際、FP パートナー。このうち、東京個別指導学院は進捗率あまり良くない状況になっています。そして、ジャパニアス、ケイブ、地域新聞社、イオン九州、ホームポジション、フィルカンパニー、CNAS、アルファ、 サンデー、シグマ後期、マックスバリュー東海、コックス。このうち、コックスは次回中間決算。進捗率は87%ホーム。ホームポジションとフィルカンパニーは進捗率良くない状況になっています。そして、NPC、ティムコ、コメダホールディングス、IK ホールディングス、カーブスホールディングス、コシホールディングス、 KG 情報、ヤマト、G フット、ヨシノヤホールディングス、ボールドは、あ、ボードルは、このうちティムコは次回、えー、第3クォーターの決算、進捗率は82%、ダイワは次回中間決算、進捗率は200%、G フットとヨシノヤは対借倍率1倍割れで、空売りが多い状況です。 そして高級、スローガン、貫通、歌舞伎座、CVS ベイエリア、イオン。このうち高級は次回中間決算、進捗率は121%。スローガンも次回中間決算、進捗率は541%。CVS ベイエリアは次回中間決算、進捗率は65%。イオンは 対借倍率0.31倍で空売りが多い状況です。2週間分の決算スケジュールはこの動画をご参照ください。次に,、はい次に,うん、次に配当関連情報です。10月の高配当ランキング、このようになっております。 10月の権利付き最終日は10月27日金曜日です。10月も損益を検証してまいります。詳細はこれらの動画をご参照ください。次に、アソンデイトレ候補10選です。明日、場中で大きな値動きをしそうな銘柄としては、墨石ホールディングス、石油資源開発、ギグワークス、霞ヶ関キャピタル、A バランス、 フジクラコンポジット、三洋商会、ワキタ、イーロジット、日本テレホン。このあたりが明日のデイトリに向いてくるのではないかと思われます。次に半導体ウォッチです。半導体は本日揃って大幅な上げとなりました。5月12日からの株価の推移ですが、まだトレンドとしては見えない状況です。 次に AI ウォッチです。AI はこの59銘柄で見ています本。本日ノートが値上がり率トップでした。これについては後ほどお話しいたします。5月12日からの値上がり率で見ると、依然として桜インターネットが引き続きの1位ですが、 えー、足踏み状態が続いている状況です。先ほどお話しした本日値上がり率第1位のノートですが、ノートはメディアプラットフォームノートを運営する会社です。ノートの法人利用が3万件を突破したという発表がなされました。こちらが11時、本日11時3分に出た記事です。ノートが大幅反発している。 午前10時15分ごろ、運営するメディアプラットフォーム、ノートを利用する法人アカウント数が10月に3万件を突破したと発表しており、好材料視されている。ノート、ノートプレミアム、ノートプロを利用する法人アカウントの数の合計で、IR の観点からオウンドメディアを活用する企業が増える中、 当社のアカウント数も増加しているという、こういった内容でした。詳細はこちらの動画をご参照ください。次に、商社株ウォッチです。本日、商社株5日で続落後の3日続伸となりました。かなり大き,大きく上げている状態です。詳細はこちらの動画をご参照ください。 次に原油株ウォッチです。原油株はこの43名柄で見ています。本日、中東危機による原油高で、原油株は大幅な上昇となりました。インペックスも8%を超える大幅高でしたが、値上がり率トップは石油資源開発で10%を超える値上がりとなりました。 こちらは8月24日からの値上がり率ですが、依然として日本製労が引き続きの1位ですが、原油株の大幅高の中で下げとなっております。やはり原油株とは異質な面を持っていると思われます。詳細はこちらの動画をご参照ください。次にトピックです。本日 4, 4つお話しいたします。 一つは i イスペースのロックアップ解除。そして、順張りと逆張り。利上げの見送り。そして、下落カーブの反発です。まず i イスペースのロックアップ解除。こちらが本日の i イスペースの状況ですが、引けはこのように、えー、本日、寄らずのストップ安となりました。 信用外算が85万株ある状況です。こちらが売り気配の時に出た記事ですがアイスペースがストップ安売り気配ロックアップ解除で株式需給の悪化を警戒アイスペースがストップ安の水準となる全営業日費300円安の998円で売り気配となった宇宙開発ベンチャーの同社は 4月12日に東証グロース市場に新規上場したが、大株主による株主の売却を制限するロックアップ期間は上場後180日目となる10月8日までとなっていた。今日は同社株にとってロックアップ解除後の最初の取引日とあって、市場への株式放出に伴う需給悪化リスクが 意識され、売り注文が急増したようだ。こういった状況でした。こちらがアイスペースの上場以来のチャートになります4月からずっと本日の位置が998円ですので、ここの位置になります。直近はほぼ横横の動きでした。かなり直近安値のレベルにまで本日落ちてきた状況です。 こちらがロックアップ解除の、えー、上場時の、えー、株主の構成。すべてロックアップが180日となっていました。こちらが最新の状態の株主構成です。しかしながら、このように中身を見てみると、それほど強烈に売ってくるようには見えないのですが、 一方、空売りの方が、えー、と非常に大きく入っております。ゴールドマンサックスが41万株、モルガン・スタンレイが70万株入っている状態です。つまり、合計で111万株の空売りを大手機関が持っている状態です。こういったところを見ると、機関空売りのはめ込みの可能性もなくはないかと思われます。 底値反転を狙うのも良いのかもしれません。次に、順張りと逆張りです。アンケートへのご回答ありがとうございました。こちらがお出したアンケートのでご回答いただいた結果です。ご自分の好みとスタイルについてお教えください。買いで入ることを前提に考えた場合、上げている株と下げている株ではどちらにご興味がありますか。 順張りが好き,か好きか逆張りが好きかをお教えいただけると嬉しいです。こういった、えー、アンケートを出させていただきました。その結果、上げている株に興味がある、つまりトレンドに乗る順張りが好きとお答えになった方が41%、下げている株に興味がある、つまり反転を狙う逆張りが好き41%、ほぼ同じでした。 どっちつかずの困ったちゃん。えー、約20%、えー、という回答の状況です。ここまで順張りと逆張りがきっ抗するとは思いませんでした。こちらは7月22日に出た、えー、日経新聞の記事です。日本株高を演出する海外勢、その正体と動きはという記事の抜粋ですが、海外投資家は当初の売買代金の 約7割を占めており、地域別で見ると、ヨーロッパが最も多く、えー、比率は約8割に上る。こちらがその内訳ですが、ヨーロッパが76.51%、アジアが15.42%、北米が7.81%。この記事で言いたかったことというのは、海外の、海外投資家が 当初、えー、の7割を占めているという状態だということです。そしてこちらが、えー、これは週次での日経平均の上げ下げ。そして海外投資家と日本の個人投資家の動きです。こちらが9月29日週の日経平均株価。えー、そして9月22日週。 9月15日週、このように1週間飛び飛び,飛び飛びになって、この1週間の上げ下げを取っています。この結果、海外の投資家はこのように大きく売り越し、売り越し、売り越し、売り越し。ここの9月1日,の,月1日の週は買い越しですが、このような動きになっています。つまり、 企計の上げに対して買い越しで言っていますから、順張り。下げに対しては売ってますから、順張り。上げに対しては、ここは売ってますので、逆張り。下げに対しては売ってますから、順張り。そして下げに対して売ってますので、順張り。一方、日本の個人投資家の方は、上げに対しては売りですので、逆張り。 下げに対して買ってますので逆張り。上げに対してまた売ってますので逆張り。下げに対して買ってますので逆張り。下げに対してまた買ってますので逆張り。このように、まず一つは海外の投資家とあ、海外の投資家と日本の個人投資家というのは、 このように逆の動きをすることが非常に多いです。また、海外の投資家では順張りが目立ち、日本の個人投資家では逆張りが目立ちます。こういったことがあったため、えー、実際はどうなのかなと思ったので、アンケートを出させていただきました。このデータを、ここでは9月分だけ取ってありますが、9月分だけでなく、 半年分取ってみると、海外投資家、そして日本の個人投資家、このようになっています。一見すると、海外投資家は非常に順張りが多く、日本の個人投資家は逆張りが多いということがわかります。中継すると、海外の個人投資家の順張り率は、 73.3%であるのに対し、日本の個人投資家はたった6.7%でした。次に、利上げ見送りかのお話をさせていただきます。こちらは、ブルームバーグの本日朝出た記事ですが、FRB 交換、再び利上げ見送りに傾く。利上げ急で 金融環境をタとか。えー、アメリカと金融当局の交換らは、最近のアメリカ国債利回りの急上昇を受けた金融環境の引き締まりが追加利上げの代わりにな,なり得ると考えてまとめつつある。ジェファーソン FRB 副議長は、今後の政策軌道を見,、ま、見極める上で、 債権利回り上昇を通じた金融環境の引き締まりを引き続き留意すると述べ、ここ数日の他の政策当局者の発言に同調した。当局者にとって重要な疑問は最近の借入コスト上昇が力強いアメリカ経済への投資家の期待を反映しているのか、金利リスクの負担に投資家が求める 追加的な見返りなのかという点だ。この点を見極めるため、当局は少なくとも11月1日の次回政策決定までは政策金利を据え置く法算が高い。次の利上げについてはどっちに動くかさっぱり見えない状況になりました。次に、えーはえー、反発出遅れ銘柄についてです。 ここのところずっとお話していた、えー、こちらの表の件です、えー。10月2日からの下落率で見たときの10月3日の変動、4日の変動、5日の変動、6日の変動、そして本日の変動の状況です。本日はこのように大きく反発しています。こちらが前半分、そして30位まで。 10月2日からの下落分をで比較して、まだ戻っていない部分で順位をつけると、このようになります。一番戻っていないのが三井 E&S で、まだ14.86%。次が三,井三,井、えー、三菱自動車。前日比あ前日比ではありませんね。10月2日比。 マイナス12.30%。大石環境も10月2日日マイナス11.53%。下げている分はまだ伸びしろがあるかとも思えますが、明日は反動での下げに注意すべきかもしれません。次に今日の気になるチャート、本日も日経平均についてお話しいたします。 アメリカの金利も日本の金利もかなり大きめの下げとなりました。ビックス指数の方ですが、こちらもさらに下がってきている状況です。ETF の方も4%近い下げになりました。そして日経平均ですが、久々にこちらが5日 5日線ですけれども、5日線の抵抗ラインを突き破って上昇してきた状況にあります。テクニカル的に見ると、このように雲が垂れ下がってきていて、一目均衡は雲の抵抗が近づいてきている状況です。パラボリックは依然として下げで転倒、マック c d もまだマイナスに突っ込んでの下げトレンド。 RSI は50割れ。オリニジーバンドはまだバンド幅を拡大していますが、マイナス1シグマ付近で推移している状況です。全体的にはまだ下げ方向の力を感じる状況です。一旦反落するのかもしれません。次に去年の今についてお話しいたします。去年の1週間後を振り返るセクションです。 今年もまた同じことが起こるかもしれません。また上がるという確信じみた話ではありませんので、その点はご注意ください。本日は昨年10月の18日についてお話しいたします。この日はマネーフォワードが目先の収益ボトムアウト期待で前日比21.3%の株価上昇。そして PB システムズはシテック二2022で 4DOH の上限化決定したことにより前日比14.0%の株価上昇。そしてテ e t 2は営業利益が38%増になったということで前日比13.1%の株価上昇。ックスは売り9月の売上高が3 4四 パーセント伸びたことで前日比12.0%の株価上昇。優先ネクストはアメリカ市場でネットフリックスが6.5%超の大幅高になったことを受けて、前日比10.9%の株価上昇でした。え次に、えー、本日のバットアイアル本日はシリコンスタジオについてお話しいたします。 こちらが本日16時に発表されたシリコンスタジオの決算です。シリコンスタジオは 3D 技術を活用したゲーム開発用ミドルウェアの会社です。第3クォーター形状は27%減益。通気計画を超過という発表がなされました。23年11月期、第3クォーターの連結形状利益は前年同期比27.4%減の 2億3800万円に減ったが、通期計画の2億1400万円に対する進捗率が111.2%とすでに上回り、さらに5年平均の71%も超えた。6月から8月期、第3クォーターの連結計上利益は、前年同期比98.2%減の400万円に大きく落ち込み、 売上営業損益率は前年同期の18.1%からマイナス0.4%に急悪化した。こういった発表がなされました。本日の株価は1595円。出来高は13万株です。この13万株の約2倍ですが、27万株の信用外算がある状況です。 1>, 1年の株価の動きは1月16日に981円ですのでかなり低い位置です。このあたりの位置です。そして7月12日に1940円ですのでここが最高値です。直近はあまり明確なトレンドはない状況です。信用買いは多い状況になっています。 明日に向けた株式投資についてお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。